Give Love。はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日も気になる記事ありましたので、ご案内させていただきたいと思います。和楽器バンドが年内で無期限活動休止、デビュー10周年の節目にという、記事になっております。今年でデビュー10周年を迎える和楽器バンドが、12月31日をもって無期限で活動休止する。要するに今年のってことでしょうね、おそらく。が決定したと。いう記事になっております。オフィシャルサイトでは、2022年秋頃からメンバー全員個人関係各所交えて協議した結果、8人が本音で向き合い出した結論が、若きバンドとしての活動を一旦お休みし、メンバーそれぞれの活動を充実させ一人一人が、レベルアップした上で、また8人でステージに立った時に、今以上素晴らしい、バンドの音楽を世界中に届けようということで、まあこれって見た感じ、まだ、なんていうんですかね、復活を匂わせてくれてるというか、ファンはまだちょっとホッとしてるっていうかね、結構こういうのってもう次は絶対ないよみたいな雰囲気で終わること多いじゃないですか。まあっていう中で、良かったんじゃないかなとまあ思いました。で、和楽器バンドのことを皆さんどのくらい知ってるのか、あれなんで、まあ分かりやすいところで言うと、多分なんだっけな、千本桜で有名になった人たちじゃないのかな、違う？そうだよね。あ、ちょっと待って。専門だけで有名になったわけじゃないのか。やってますよね、あ、やってるよね。まあその主となるものは伝統音楽、要はあの笛だったり太鼓だったりっていう日本の要素の和楽器だ和楽器を使って活動する。でもそれを、まあ、バンドとしてやるってことですよね。うん、まあそれで、それであれを作ったわけね、ボカロを和楽器で演奏するボカロ三昧。なるほど、なるほど、そういうことか。前、今も多分あると思ったのは、タオっていう和太鼓のあれとか、すごい人気じゃないですか。で、やっぱ日本が誇る楽器、本当に伝統楽器ですよね。ああいうもので、ちょっとこう創作音楽っていうのをやってる方々ってイメージかな。合ってるかな。うん。で、本当、まあ自分もバンドを持ってるから思うんですけど、10年同じメンバーでやったら、最初は同じ方向を向いてても、絶対にね、その、違うことを考えたりする人って必ず出てくると思うんですよね。うん。なので、なんか僕そんなに方向性が変わったとかおかしいとは思わないんですよ。そんなこと言ったらですよ、あのここは8人だっけ、10年の間にじゃあその離婚する夫婦なんてどんだけいるんだよって話じゃないですか。2人でもそんなに、まあまあちょっとあの話はまた変わってくるかもしれないですけど、やっぱ最初は同じことを考えててもやっぱあっちもいいやなとか、こっちもいいやな。そうね。夫婦とはちょっと違いますよね。まあ、なってくると、どうしてもその、やりたいことが変わってくるような気がします。で、まあ、そういうのもあって、それが8人ってなってくると、8通りの考えが生まれてくるわけですから、僕の考えとしてはむしろ、10年これで続いたことがすごいんじゃないかなって思うんですよね。それに加えて、多分、もうちょっと僕はね、あんまり和楽器バンドさんのことはよくわからないんですけど、個々のそのお仕事もどんどん増えてきて、これしたいけど和楽器バンド行かないといけないとか、なんかそういうのもあったんじゃないかなと思いますよね。それによって、自分のしたいことができなくなってしまったのであれば、
ちょっとこっちはお休みしたいっていう気持ちもわからないでもないですよね。なんかそういうので結構変わってくるのかなと思うんですけども、こうやってなんか略歴は見てるんですけど、結構いろんなすごいところでね演奏されてるんじゃないかなと思うんですけど、これでみんなそれぞれの楽器で多分お弟子さんっていうのかね、もう持たれてるのかなとかも思うので、まあそっちもただなんか道場は違うか道場は空手とかか、まあ教室って言っていいのかなとかもまあ持ってるのであればね、そういうところもまあちょっと忙しくなってきたりとかあるのかもしれないですよね。ただ本当に僕もそうですけど、解散っていうことを使うと本当にまあなんかその復活するときになんか後ろめたい気持ちになるけど、まあなんだろうな、まだちょっとでもまた一緒にやりたいっていう気持ちを持ってるんだったら、こう無期限活動休止にしといた方がいいなって本当に今思ってます。もしそうなったらね、今のところ大丈夫です大丈夫ですけど、って思います。でうちだってそのステップアップって4人いますけど、全員同じ方向向いているかって言ったら僕はまあそうじゃないと思うんですよね。でじゃあなんで続いてんだよって言われると、これはもう答えは単純明快で、和楽器バンドさんはそれを主として動いてます。だから毎日和楽器バンドとして、ステップアップは別に毎日ステップアップとしてみんな働いてるわけじゃないから、なんていうんですかね、実際に去年一昨年のライブ本数2年間でね、ステップアップのライブ数計算したら多分5回ぐらいしかやってない。要するにたまにしかやらないから、だからそこで、まあ、やりたいことが合致すれば別に何の問題もないんですけど、やっぱお金を稼いでその生活していく、そしてその、まあ、一生のうちの何年分かをそこに費やしてるわけですから、やっぱりちょっとこうちゃんとやりたいというか、まあ、考えが違ってくるというところはあるのかもしれないな。いやー逆によ、僕が8人組のグループにいて10年一緒にやってたらどうなるのかなってちょっと想像すると、いや確かに喧嘩とかなりそうだなってちょっと思ったりします。別に悪い意味じゃなくて、やっぱ人間一緒に住んでればそうなるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だからこそよく続いたなって思うことと、ちゃんとまあファンのことをもう考えてそのネクストもありそうなコメントを残してくれたあたりは素晴らしかったなと、思いました。この1年はね、ファンの方もすごい噛み締めて過ごすんじゃないのかなと思いますので、ファンの方も、メンバーの方も悔いのないいい1年を送っていただきたいなと、思います。今日はね、悲しいニュースというよりは、まあそうですね、すごく前向きな話を、取り上げさせていただきました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。